平成22年台風第9号は、東海、関東地方などを中心に、大雨をもたらして、被害を出した台風である。新路図9月3日に、沖縄の南海上で台風になり、同日沖縄本島に接近、東シナ海、津島海峡、山陰沿岸の日本海側を抜け、9月8日に、福井県鶴ヶ島市に上陸した。上陸4時間弱後に、熱帯低気圧に変わった。 台風に伴う雨雲が神奈川県の丹沢山地付近で強い雨をもたらし、静岡県寸東郡小山町で大きな被害が発生した。なお、丹沢湖では8日午後4時までの5時間に489.5ミ、mm、リメートルの雨量を観測した。これは9月の平均降雨量の1.6倍とされる。この台風は1951年の統計開始以来初めて、 福井県に上陸し、北陸地方全体としても、史上初めての台風上陸という記録を残すことになった。静岡県小山町と神奈川県三北町で被害が大きかったことから、激甚災害に指定されることが決定した。静岡県では、台風の接近により7日18時頃から雨が降り出し、東部では猛烈な雨が降り8日の飛行水量は多いところで、 以下は224.5ミ、mm、リメートル、五天は218.0ミ、mm、リメートルを観測した神奈川県では昼前から西部で、昼過ぎからは東部で雨が強まり、ところにより一時間降水量が50ミリメートルを超える非常に激しい雨が降った。ありがとうございます。